今回のテーマはですね、勉強と学びって全然違うよって話なんですけど、勉強と学びをごっちゃにしないでくださいね。で、似た言葉をちょっと今からいくつか挙げていくんですけども、勉強と学習っていうのはまあこっちよりですね、で、学びと学問っていうのはこっちよりです。で、何がこの2つを分けるのかっていうと、人にやらされるものを勉強と言います。そして自分が興味関心の向くものに対して自らやっていくことを学びという言い方をします。で、その点でいけば、勉強するほどアホになるっていうのもだんだん理解できていくと思うんですよね。で、そうすると、じゃあなんでアホになるかっていうと、文部科学省がね、決めた学習指導要領に従って英数国写理っていうのを覚えていく。で、そのどれぐらい覚えてますかっていうのをテストで検査されていく。で、その結果それを使って今度は受験というものがある。その受験にとって必要な点数が取れるか取れないかで偏差値で区切られて、その偏差値の高さによって、あなたはここに行きなさい、あそこに行きなさいって進路ね、分配されると。で、そういう状況で、なんかこう人生を生きてるって言えるかっていう話なんですよね。それが子どもの人生を決めるのかっていうと、その決め方は人生を生きてるんじゃなくて決めさせられてるんですよね。で、結果論的に勉強のやり方が分かってないから勉強の成果が出せなくて、その成果が出せない結果だけで今度は自分の人生をふるいにかけさせられているから、それは子どもさんにとって、お子様にとって本当に良くない現状にあります。ただそういったことが今までずっと当たり前に続いてきたから、勉強というものは当たり前です、勉強しないといけないよって言われて、なおかつその勉強で測られるね、指標をもとに人生がふるいにかけられるのは仕方ないと。で、偏差値が高い低いで物事を考えたり、学歴が高い低いで物事を考えたりする。だから未だに就職率が高い大学ランキングとかがね、やっぱ話題になるんであって、別に就職するために生きてるわけじゃないわけじゃないですか、本来言えば。でもお金のことを考えて、将来的にはどっかに就職してちゃんと給料を安定させた状態で生きていってほしいっていう固定概念があるから、皆さん今の学校教育を甘んじて受け入れてるだけで、そこをフラットにね、ちゃんと社会のリアルを考えて、今のまま勉強させても本当にいいのかどうかってことを考えてもらうと、実はそれじゃやばいよねってことがだんだん見えてくる。で、その結果、じゃあ勉強って本当は何なのって人に言われたことをやるだけでね、本当にそれでいいのかっていうと、そうじゃなくて、本当に必要なのは学びなんですよね。学びっていうことが私の中では学力と呼んでるもので、得点力が勉強に関する力です。得点力っていうのは点数を取るための力で、これも一応受験を乗り越えるっていうことに関しては使えるんで、教えることは教えるんですけど、私が伸ばしたいのは本当に学力なんですよ。で、学力っていうのが引いては問題解決能力につながっていきます。私のブレイクスルーアカデミーという学習塾で教えているのは、得点力ではなくて問題解決能力にあたる学力の方なんですね。で、学力っていうのは学びに関する力であって、じゃあどうやって学んでいくのかっていった時に、勉強と学びは違うよってところから教えないと話が分かんなくなるんですね。で、そうすると子どもたちは学校の中でなぜ勉強するかって言ったら、受験のために勉強するんですよ。でも、なんかこう学校教育で教師の人たちがやらせたいのは、なんかその学問として教えようとしてるんですね。だから数学の面白さを教えたいとか、英語はこういうふうにすれば面白いのにとか、社会とか理科の面白さはここにあるよみたいな、なんかそういう面白さとかをね、好きにならせよ、勉強好きにならせよみたいな発想で勉強教えてる人が結構多い。で、保護者の方もそういう方が多いんですよね。勉強好きになればなんとかなるんじゃないかみたいな。でもその発想自体がまず間違ってるので、そこ気をつけてもらいたいのは、その勉強っていうものが将来に直結してるわけじゃなくて、勉強を通して何を身につけるかが大事なわけですよね。勉強っていうものは確かに英数国写理っていうものの知識を覚えて、その覚えてるかどうかをテストで検査されて、それが結果的には受験に影響していくわけですけども、そこで覚えた知識が将来役立つんじゃなくて、その知識をどうやって覚えてきましたか。与えられたこの3年間なら3年間、例えば中学校3年間で高校受験を考えられていらっしゃる方なら、その3年間でどれだけ効率よく勉強してきましたか、で、勉強以外のことにどれだけ時間を使ってきましたかっていうのを聞きたいんですよね。だから私からすれば、そういった得点力っていうものはもちろんテクニカル的な部分では教えていけるけども、結局本質的には学びの方を教えたくて、で、学びに自分たちで勉強というものを学びに変えることができさえすれば、実は勉強ってすごく簡単に成績を上げられちゃうんですよ。で、それを頭の中でまず勉強と学びっていうものを分けてもらわないと、ちょっとその発想に行きづらいので、今回はテーマとしてお話しさせていただきました。勉強と学習っていうのは、人からやらされるもの、文部科学省の指定した学習指導要領に従ってやらされるものであって、学びとか学問っていうのは、皆さんが生きていく上で必要なことね、自分の好きなこと、興味関心の向いているものに対して純粋に追いかけてって、結果的にね、生物が得意になったとか、天文学が好きになったとか、数学がすごい好きでもうそこを突き詰めてしまったとか、そういった結果ね、伸ばしていけたものが生きる力として主張できるんですよね。で、そういったものが1本だときついです。1本だときついんで、それを2本3本持っておくと、もうオリジナルですよね。なので、今後皆さんに本当にお伝えしたいのは、勉強というものに本当に付き合っていきますか。小学校6年間、中学校3年間ね、
でそれから高校3年間で12年間で大学4年間あったとしたら16年間ですよ。その16年間を人から言われた勉強に使いますか。一番大事な若いね、この一番重要な人生の中の貴重な時期に16年間本当にそんな生き方に詰め込んだ方が子供さんはいい人生を歩めますか、ね、もう考えてください。本当に受験のために勉強してるっていう子供たちの意識があるのに、学校の方は受験を意識せずに、ね、数学とか英語だけじゃなくて家庭科とか音楽もちゃんとやりなさいみたいな言い方をするわけじゃないですか。やるわけないじゃんって。興味あったらやってもいいですけど、受験のために勉強してるだけなのに、なんでその受験に必要ない音楽とか保健体育までね真面目にやるかいって、やるわけないんですよ。だから学校っていうものと受験制度っていうものがちぐはぐに動いてるのがまた一番厄介 でそのちぐはぐに動いてることをちゃんと意識した上で自分が勉強するのかしないのか、で勉強して受験を乗り越えていきたいのであれば、その受験を乗り越えるためにどうやって勉強していけばいいのかってことを意識的にコントロールしていって、その点数を取りに行くんだったら得点力っていうのはすごくねいいんですよ。でそういった時について得点力っていうのは学力と直結してるんで、学力を伸ばしてあげると得点力も伸びます。ただ得点力だけを伸ばそうとすると学力伸びないんですね。ここがまた難しいところなので、今度ちょっとその別の動画でね、得点力と学力をもう少し細かく分けてお話ししていきますが、今回の動画でお話ししたかったのは本当にもう勉強と学びっていうのは違いますよと。で今勉強ってものを皆さんたくさんやらされてますけども、勉強したところで何の意味もありませんよ、ね、本当に大事なのは学びです。で勉強を学びの形でできるようになったらもう最高です。ただ学びというものを分からずに勉強ってものをやっておけば将来報われるんだって、大丈夫なんだって思って盲信して頑張ってる方に関しては、勉強好きでやってたとしてもすいません、残念なことになると思うんで気をつけてくださいねっていうお話をここで気づいていただければと思います。勉強ものと学びは全然違うものなので、そこを整理した上でまた別の動画もですね楽しんでいただけたら幸いです。今日もご視聴ありがとうございました。